今朝早く滝川の国道で軽トラックが別のトラックに追突し、軽トラックの男性が意識がない状態で病院に運ばれました。午前5時ごろ、滝川市江部津町の国道12号線で交差点を右折して国道に入ったトラックに国道を直進してきた軽トラックが追突しました。この事故で軽トラックを運転していた70代くらいの男性が意識がない状態で病院に運ばれました。現場は信号機のない交差点で、トラック側に一時停止の標識があり、警察はトラックを運転していた中国籍の姜栄東容疑者を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕して調べています。一方、午前7時半ごろには砂川でも軽乗用車が電柱に衝突し、運転していたとみられる女性が意識不明の重体となっています。